うわなんかチンポが微妙だ。わかんねえ、痛えのか痛くねえのか、なんか気持ち悪いね、チンポ気持ち悪い。ということで、チャンネル登録者900万人突破だぜー。まあね、突破しましたよ、チャンネル登録者約900万人ということで、まあね、現在、まあ、10月くらい、まあ2019年10月くらいでね、日本一位となりました。累計チャンネル登録者数ね、まあ合算チャンネル登録者数はまだまだなんですけど、まあ累計、その一つのチャンネルでの累計チャンネル登録者数は900万人と、はじめ社長とうとう超えましたね。いやすごい生々しいね、まるで超えてるかのように。ということでね、チャンネル登録者900万人ね、まあまあちょっと一旦戻りますよね。なんでこんな動画撮ってんのって言うけど、俺ができる悪目立ちっていうのが、まあ、900万人超えてからもうね、いない人なんで、まあ、もう1位になっちゃうんですよ、俺が。ってことは、これからちょっとね、いいんじゃないかな、みたいな方も思ってますけど、まあ、その、いろんな炎上の仕方がありますよ。ね、本を燃やしたり、ね、あとなんだ、ニベア風呂使ったり、で、バリューでね、ごちゃごちゃやったり、うん。で昔情報商材を売ってたり、普通に差別したりね、いろんな差別したり、天皇を批判したり、あと普通にね、動物、ちっちゃい動物とか虐待したり、まあいろんな炎上があります、このようには。はい。でもね、やっぱ、悪名は無名に勝るとも言いますから、どんな手段を使って炎上してやろうっていうか、目立ってやろうって思ったんですけど、むずいよね。で、俺が前々からやりたかったけどやらなかったシリーズとして、チャンネル登録者嘘シリーズ、嘘チャンネル登録者記念シリーズ、突破記念動画ということで、900万人、もう日本ではいません。チャンネル登録者900万人以上の方は、ね。うん、外国の方で日本と偽ってる、国を日本と偽ってる人はいるかもしれないけど、一応日本の YouTuber の中で900万人は、一つのチャンネルではトップじゃないでしょうか。はい、ということでね、まあ、この動画を上げることによって、いろんな人の批判、お前何してんだよと、つまんないし、嘘ついてるし、何こいつと思われるちゃうかもしれませんが、やっぱね、手っ取り早く勝ちたい、頂点に立ちたい、じゃあ動画報告の速度で勝つしかないと、まあ、やってる人はいるかもしれませんけど、どうせやってるのなんて底辺 YouTuber なんで、そのもしいたとして、俺より先がいたとしても、そんなやつに負けたと思いたくないので、まあ、はじめ社長とか、こんなやつになんか負けたみたいな、思ってるでしょうけど、ちょっとね、チャンネル登録者7000万人突破まで行きたいんですよ。はい、ということで、ね、ちょっとめんどくさいから、チャンネル登録者5000万人突破にしようかな。1000万人、5000万人。ちょっとなんかね、100万刻みで言ってるけど、ちょっとね、1、5、10の感じで行っていこうと思います。めんどくさいので、もう。じゃあ、で、チャンネル登録者ね、2億人くらいまでは行こうかな。うん。2億人、まあ、10億人。1億人行ったら5億人で10億人。10億行ってんだら50億人行って100億人突破まで行くか。別にね。動画って自由ですから。嘘ついてもいいんですよ。別に。わかるでしょ。明らかにこいつ嘘ついてるなっていう。だからどれだけわかりやすい嘘をしていくかみたいな。うん。でもそんなね、みんな嫌になるかな、俺がチャンネル登録者900万人行ったよって嘘ついても。もう不快になったら、そんなで不快になるなよと。言ってやりたい。うん。別にいいでしょ。チャンネル登録者突破記念のね、嘘ついても。ね。見抜きやすい嘘を私は用意してやりますので。まあ、チャンネル登録者100億人までは行こうかな。まあ、それか1000、一計人、まあ、1兆人かな ?10 兆人かな、どうしようかな。まあいいや。チャンネル登録者100億人突破がちょっとキリが良さそうなんで、100億人突破まで撮りたいと思います。でね、俺、何この人してるんだ。この、こいつが本当に900万人ね、突破した体で見てる人は何こいつ喋ってんのってなりますけどね。うん。まあ、900万人突破したということで、なんと俺みたいなね、新参者が、もうやっぱ今 YouTube、のチャンネルの中で、やっぱ1位を取ったっていうことで、まあ、何が、まあ、時代がそうさせたのでしょう。ね、ラッキーって感じですけど、ここまでそのうなぎ登りに行くと、
なんか10人くらいから一気にナイフで刺されて死にそうですけどね。ブサ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 って。今ここで10個交換を言えばね、お、こいつきっちりしてるなってね、みんなに、視聴者にね、その、印象を持たれたかもしれませんが、ちょっとめんどくさいんでやめました。いつも終わってからそういうのが思いつく。じゃあ、やり直しますか。ってやれば最強の YouTuber になれるんでしょうけどね。うん。それ最強じゃん。俺のこのアイディアをいつもそれで言ったんじゃなくて、ちゃんと編集でやってきゃいいのかもしれないって思うけど、俺はその、真面目な話、人としてのね、魅力がなんか、まあ、喋ってるだけじゃ上がんないだろうけど、上がっていってほしいなっていう願いね。いや、頑張れよと。願うだけじゃダメだろうって思ってますけど。まあちょっとね、人気になることをやめようと。人気になると不安なんですよ、やっぱり。作戦が思いつくも、作戦っていうか戦略っていうか戦局っていうかさ、なんか、そういうのが見れなさすぎて、俺は。だから、いつか、ね、人任せです。うん。俺をね、YouTube 王にならせろ。ね、俺は YouTube 界の月光守屋で、行かせてもらいます。はい。まあ、ということで、900万人突破しましたね。さすがに900万人突破したらね、何しようもう、なんかしようかなと思うんですけど、何もしません。何もしません。僕らは、テレタテレと一緒だった。でも何も知らない。ただ信じてる。僕らは、デレダデンダデンダダンダ、デレダのようにならない、なら人に寝る、夢を見るの。適当になんで、宇宙兄弟ファンから怒られるだろう。あと、この歌の、歌ってるバンドにも怒られるし、歌ってるバンドには怒られないけどね、まずバンドのファンとか、その歌ってるグループっていうか、人たちのね、ファンにも怒られちゃう。すごい無意識でそれ歌ってた。あ、冷た。ちょっとこう、なんか姿勢をこうやってたから、でも冷たくなっちゃった。ああ、チャンネル登録して、突破したぞ！ああ !1000 万、1000万人までもうすぐだ！イェイ。ということでね、900万人行きましたけどね。いいですね。やっぱ900万人行くってね。はい。じゃあね、ありがとうございました。